まあとにかく心臓がね悪くなってるんですよ。で心臓と肺の血圧が上がりすぎちゃって肺に水が溜まりかけてる。だから呼吸が苦しい。で昨日の胸の写真も出してどうぞ。そんで、うん、そんだけじゃないんですよ。他のとこまで悪くなってるからさ。これ19年の2月の経過で、これ昨日夜撮ったんですけど、ちょっともうすぐは撮れんかったからちょっと調子が上がったところに撮ったんですけど、まず電解質のバランスが崩れて、カリウムが高い。高いということは相当脱水してるってことです。じゃあ次、ここ腎臓の機能です。この19年の時なんでこんな時に採血したんだろうね。心健康診断じゃないと多分調子上がったんですね。2019年の2月これだ。あ、この時は吐いたり下痢したりしたって、その時の血液だからこれも正常じゃないんですよ。この時クレアチンが 1.46 高い。腎臓が悪いです。腎臓はで BUN も高いです。だから腎臓悪いで 1.4 超えてると腎臓病のレベルでいうとステージ2になる。まあちょっと悪いよ、まあ、ちょっと悪いんだけど、血糖値はまあ正常。肝臓がめっちゃ悪くなってるんですよ。 GPT 僕らもよく調べるんだけど、この前は全然正常だったんですけど、測りきれない1000オーバー。 GOT も前は正常だったんだけど1000オーバー、測りきれない。 ALP は前も多少高かった、1263、正常は300ぐらいでね、これも測りきれん、3500。これ、で、ビリルビンっていうのはね、あの 0.5 超えると胆汁の流れが悪くなってるんですけど、2です。だいぶ高い。もうこれ黄疸が出始めてる。それからタンパクある、まあ、この辺が高いのは、まあ、かなり脱水してるということですね。だから、まあ、カルシウムは正常。あとコレステロールが450以上でね、中性脂肪も200以上。これはですね、太ってるんじゃなくて膵炎があったりしてるから。膵炎があったりすると脂質代謝が崩れてくるんですよね。それでもう上がっちゃう。 MF は正常でした。なんかここもまあ下がってますけど、多分もっと低いから貧血してる。白血球数は22,500、まあ正常のコントロールは多いんですけど、これはまあこんな悪かったら多いのが当たり前というか、頑張ってる。要は多いってことは自分の体で治そうとしてるってこと、いいことではあるんですけど多いから。それからこの辺がまた肝臓なんですけど、アンモニアは正常だけど GGT、 これは何かというと胆汁、肝臓ですが肝臓が悪くて胆汁の流れが悪いと。これリパーゼ、膵炎振り切ってる。これ体の中に炎症が起きてるんですけど、まあ、正常だと 0.7 以下、振り切ってる。もう振り切ってるやつが多いんですよ。もう肝臓とかね、それから膵臓とか、それから炎症なんかで、あ、それね、であとレントゲン一緒に見ましょう。